サウンドテックの三宅です。本日は2月27日日曜日でございます。このね土日26、27と、この B&W の新商品 805D4 とアクエさんの新商品の AB級 のステレオパワーアンプ P7500、 こちらを使用して、この、当店のですね視聴室を貸し切りで完全予約制ということでパーソナル視聴会というものを開催してみました。思った以上にいい反響が良くてですね、お客様にご来店いただいてですね、お一人様ずつ視聴していただいたというようなところで、まあ皆さんねお好きな音楽をそれぞれかけていただいたり、雑談が長かったりとかですね、そういう時間もあったんですけど、非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、その際にですねこの B&W の 805D4 と、アキヘイさんの P7500、 これのマッチングが非常に良くてとてもいい音を聞かせていただいたので、これはですね早速空気録音しようということになりまして、動画を撮っているということになります。いろいろねご説明したいこともあるんですが、まずはですね皆様に、お聞きいただきたいなというふうに思います。お客様からですねせっかくいい音なんで一曲全部聞かせてほしいという声もありましたので、今回はですねちょっと実験的に、3曲ほどかけまして、1曲最初から最後までね全部カットなしでですね、聞いていただきたいなというふうに思います。少しねインパクトの強い曲からいきますので、スピーカーとかイヤホンのボリュームをですね、ちょっと音量をご確認いただいて、低めのところから徐々に上げていかれたらどうかなというふうに思いますので、そこをちょっと注意していただけたらなと思います。ぜひお楽しみくださいませ。どうぞ。Come on, come on, man.
はい、2曲続けて、お聴きいただきましたけども、いかがだったでしょうか。私の感想としましてはですね、開放感のある抜けのいいサウンド、分解能の高いキメの細かい音ですね、さらにそのね、一音一音がくっきりとしたね、この輪郭の良さ、そして、このサイズ感を思わせないですね、スケール感ですね、しっかりこうユニットがダンピングしてダイナミックなスケール感というのがですね、非常に特徴的で、さらにはですね、やっぱり高音とこの中低音がしっかりね、このバランスのいいねつながりで、もう本当にスピーカーから音が出てるっていう感覚よりは、もうそこでね、本当に演奏者の方が演奏してくれてるというような実在感を感じさせていただきまして、リアリティ、これがね、感じられるっていうのが、まあ、一つのね、オーディオの醍醐味とも思うんですが、リアルにこう描写してくれたかなというふうな、これ本当に大げさじゃない感想を持ちました。まずやっぱり B&W のやっぱり最大の特徴、この見た目もね印象的なんですけど、ここのトゥイーターの部分ですね、ソリッドボディオントップハウジングというトゥイーターの部分の名称なんですが、まあここのね、エンクロージャーの部分の上に乗っている、まあ、ソリッドなボディのハウジングということで、アルミニウムをこう削り出してですね、成形されているというこちらのハウジングなんですが、ダイヤモンドドームは全モデル の D3 からね変更なしで来てるんですが、磁気回路の方に少し変更がございまして、3つの磁石を使ってたわけなんですけども、それが2つに変更されまして、3つが2つになった部分のを空気層として使えるので、振動板がね振動しやすくなったということと、あとはですね、チューブローディングシステム、こちらがね前モデルよりこうグッと長くなりました。前回のねモデル、あちらにね803の D3 もありますけど、あれとも比べてもグッとこう長くなっている。でさらに805までね、上の機種はあと804、803、802、801とあるわけなんですが、その上のモデルからねずっと全部がねこの統一されて、この長い、チューブローディングシステムになっているということで、長くなった分やっぱりこの中の空気の容量が稼げている部分で、まあ、空気の容量が稼げているということで、この振動板がこう動く時のねこの空気の圧縮率っていうのが下がるので、よりこの振動板が振動しやすくなることで、抜けのいいね気持ちいいスカーンとこう抜けた広域を楽しめる部分にこう寄与してるんだろうなというふうに思います。でこのツイーターのね、乗っているこのトッププレートなんですけど、前回はね木製にこの塗装っていうね仕様だったんですが、今回はですね新開発のアルミダイキャストのプレートがしつらえてあります。木製のキャビネットの上にアルミダイキャストのプレートが乗っているというところで、さらにねその上に英国のコノニー社の非常に上質なレザーが施されているんですが、ご存知の通り柔らかい素材で、もちろんねデザイン性も飛んでいるというところもございますが、音がねこう放射しにくいというような、そういう音質にもね好条件な素材だということで、音質そしてデザイン性非常に高い品質になっているんじゃないかなというふうに思います。前モデルの D3 からこの D4 になった際の大きな変更点として、このキャビネットの構造が大きく変わったと思うんですが、
前回のその D3 の場合はですね、多少湾曲はしてたんですが、フロントバッフルが平面、背面に向かって湾曲していたと形状になってたんですけど、今回はそれぐるっと逆にしたような状態で、背面がフラット、前面に向かってこの馬蹄型にですね、こう湾曲してるということで、この湾曲もね、B&W のお家芸ともなっております。一枚のこの積層の合板をこうぐーっと特殊な技術で曲げてですね、一枚ものでこう形成されてるんですね。そこにこの 16.5 センチのユニットがこうガシッとこう剛性強くマウントされてるというところがね、非常にこの特徴的な構造だと思います。でしっかりね、この剛性の強いキャビネットにマウントされたユニット、ミッドバスのユニット、そしてこの先ほどもご説明したツイーターのこのハウジング、広域とミッドバスをねつないでいる内部のね、そのネットワークという回路がございます。広域用と低域用にね、こうコンデンサーで分けていく回路があるんですが、その回路ね、もうオーディオお詳しい方はご存知かもしれませんけども、ドイツ社のね、ムーンドルフというね、コンデンサーの高音質パーツといえばもうドイツのムーンドルフっていうね、この代名詞をね持っているようなコンデンサーなんですが、そちらがですね、まあ、この度採用されてて、コンデンサーも B&W の専用のね開発となっているネットワーク回路があるんですが、で前回のモデルはそのキャビネットの中にね施されてたわけなんです。この中にですね、で今回はこのアルミのね、この背面のプレートにガシッとこうマウントされてて、このキャビネットともう別構造のね部分にマウントされてるので、要するにこのウーハーユニットがこう振動した時にそのパーツにその振動が伝わらないという、これによってやっぱりね、この音のクオリティというのがまた変わってくるということで、そこは非常に実はコストがかかるというところのようなのですが、それを今回ねこの805には実装したということで、実はちょっとマニアックな部分かもしれませんけども、こだわりのポイントですね。しっかりねこのウーハーユニットも動くし、小ぶりながらグッと剛性がね強いこの小さいボディに、そういう技術がしっかりこうね詰まったスピーカーだなというふうに思いました。内部のねマトリックスアッセンブリーといいまして、内側から要するに外側に向けてグッとこう押さえ込んでいる木材、こちらがですね、前回は MDF というね粉をこう固めたようなね素材だったんですけど、今回はね 18mm のこの積層使ってまして、非常にね強い積層の合板を使われてるんで、グッとよりこうキャビネットに対して支持をグッとしてるんで、よりこの強固なね状況にこのなってるんで、こうしっかりねこのユニットが動いても微動だにしない箱っていうね、まあ、そういうイメージですかね。外はこう曲げ木でキャビネット性が高くなって、背面はこうアルミプレートでガチッと押さえて、そこにネットワーク回路がガチンとこうマウントされて、で 中はその硬くなったこの積層の18ミリの積層板がグッとこうマトリックス構造で押さえてるんで、もう微動だにしないこの剛性の強い箱で、その上にアルミのダイキャストプレートがガチンと乗って、革がしつらえられて、このアルミの削り出しの、ハウジングのツイーターがバシッと乗って、ダイヤモンドのドームがね、ピシピシッとこう振動してると。ミッドバスはね 16.5 センチのコンティニアムコーン、こちら変更なしなんですが、こちらのねボイスコイルのボビンというね中のこのウーハーユニットが振動する時のこの筒があるんですけど、そのボビンがね前回アルミ、この強度も強くてね耐熱性もね非常に高いということで採用されてたんですけど、それをさらにですねこの電磁制動というものをね受けにくいというねグラスファイバーに変更されているので、まあ、それによってこのユニットがさらにこうしっかりこう動くということが実現されているようで、それによってダンピングのね強いこうエネルギッシュなサウンドにを実現してるんじゃないかなというのがもう一つありますよね。ではですね、いろいろとご説明しましたけど、最後に一曲女性ボーカルを聴いていただいて、この女性ボーカルのこの品格というかですね、とても心地のいい声質感、それをこう引き立てる分解能の高い楽器の音、この辺をですね存分に味わっていただきたいなと思いますので、ぜひお楽しみくださいませ。Thank you.
Are those your eyes? Is that your smile? I've been looking at you forever, yet I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how I could have been so blind. For the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Can this be real? Can this be true? Am I the person I was this morning? And are you the same you? It's all so strange. How can it be? All along this love was right in front of me. For the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Such a long time ago, I had given up on finding this emotion ever again. But you're here with me now. Yes, I found you somehow, and I've never been so sure. For the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. B&W のね 805D4、 そして、アクヘイズの P7500、非常にねいいマッチングで、お客様もそして我々スタッフもですね、感動させていただいて、いい音聞いたなという、そういったね充実感に満たされている、まあ、そんなところでございます。このパーソナル視聴会ですね、視聴室を貸し切ってですね、ご予約制で一組様ずつということで、まあ、この度はほぼ皆様お一人ずつご来店いただきまして、担当スタッフがね対応させていただいたんですけども、
皆様とね、いろいろなお話をさせていただきながら、お好きな音楽をね聴きながらですね、楽しい時間をね過ごさせていただいたなというふうに思います。やっぱいい音をね聞くと心がこう満たされて幸せになるなというふうに今改めて思った次第なんですが、こちらのね 805D4 についてはですね、このカタログ等々で見るとそんなに大きくないかなと思うんですけど、こうしっかりねやっぱこう重厚感があって所有欲をねこう満たしてくれるような素晴らしいスピーカーだなというふうに改めて実物を見て思いました。そしてまあもちろん聞いて、素晴らしい音だなというふうに思いまして、で今回からね新色のウォルナットっていうのが出てまして、これがまあ非常に目新しいので、一応当店はそちらをこう狙っていきたいなということで、それが入ってきましたらですね、ぜひ、当店に導入してみたいなというふうに今思っております。こちらの 805D4、 そしてアキエさんの P7500、 前回の、ね、P7300、 あれも素晴らしい商品だったので、これ以上があるのかっていうふうに思ってましたけども、さらにこうパワー感を増してですね、グッとこうグリップ力のね高い素晴らしいアンプに仕上がってるんじゃないかなというふうに思いました。素晴らしい音質で楽しませていただきましたけど、こういうラックだったり、また SACD プレイヤーだったりプリアンプだったり、まあいろんな機械がね融合していい音がね、出てくる。そして最後この B&W の 805D4 がですねバシッとこういい音をね出してくれたなというふうに思います。すごいね幸せな時間を過ごさせていただいて、またこのパーソナル試聴会、この貸し切りのですね試聴会っていうのをどんどんね、開催したり、まあ、他にもねいろいろなことを今考えておりますので、引き続きこのチャンネルもですね、同様お楽しみいただけたらなというふうに思います。またブログだったりですね、ツイッターだったり、そういう SNS もね含めて、情報も発信していっておりますので、皆様の楽しいミュージックライフの構築のお手伝いができればなというふうに思いますので、この度もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。